動くな！強制捜査を執行する！東京地検特捜部だ。文雄、今回のアグラス事件の罪状は？薬器法違反です。つまりこの四大学への利益供与の証拠を見つけ出す。どうかしました？血の跡だ。それに爪のようなものもある。これは皮膚か？下の黒ずみ、よく見ると文字が重なってる。F ですかね？この山は何か妙だ。なるほどね。結構闇が深そうだ。いかなる時でも、わしらの戦う相手は巨悪だ。政治と金が切り離せないように、政治と色もまた。分かってますよ、そんなこと。今はこらえろ。奴らを必ず仕留めるために。あれは、くそー！星崎さんにとって検事の仕事って正義と人を守ることだ。